はい、ミシンチャンネルのミシンです。はい、てなわけで今回もやっていきましょう。わがままハイスペックミヒロルート。はい、というわけで本日ドンフェス当日でございます。はい、まあ、ドンフェス当日と言ってはいますが、まだバックグラウンドミュージックが何もないので、どんなテンションでスタートしてるのかわかりませんが、まあいい結果になってほしいよね。宮瀬スペシャル。じゃあまあ、もう、早速行きましょうか。ではでは、レッツゴー!いよいよ訪れたドンフェス当日だ。お、いいね。ついにこの日が来ましたね。なんか普通に商店街を、なんかこう、に、なんかね、お店を出す感じなんやね。ああ、天気も最高だからお客さんも集まりそうだな。開幕前から俺たちのテンションは上がっていた。夏らしいキラキラとした太陽が照りつけて、会場の熱気もどんどん高まっていく。参加店舗数は全部で20だそうです。あの中で一番にならないといけないんですよね。20店舗か。まあ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 、市が主催ってなるとまあ割と多いのかな。大丈夫だ、自信持っていこうぜ。はい、先輩がそう言ってくれるなら頑張ります。他店のテントは準備に世話しない。おお、イカ丼にロコモコ丼、なんだあれ、卵丼、ミニ天丼とかもあるな。へえ、ちょっと待って、ヤバ丼って何。会場まであと1時間と少し。俺たちものんびりしている暇はなさそうだ。みひろ、仕込みの準備どうだ？順調ですよ。先輩の方はどうです？オペレーションはバッチ。練習もしてきたし、任せてくれ。さすが先輩、頼りにしてますからね。みひろもな、しっかり頼むぞ、シェフ。ガシッと拳を突き合わせる。今日は恋人としてじゃなく、相棒としてここに立ってるんだ。任された役割をこなせるよう全力で頑張ろう。会場まであと10分か。入り口結構並んでるな。お客さんは入場時に数枚綴りのチケットを購入している。そのチケットを使っておのおのが好きな丼と引き換えるシステムだ。俺たちが現金のやり取りをする必要がないので会計ミスは発生しない。ドキドキしてきました。お客さんうちに来てくれますよね？ああ、きっと来てくれるよ。先輩、緊張しないですか？多少は緊張するけど、今更だろ。私、緊張でドキドキですよ。手が震えてきました。みひろの腕に頼る部分が大きいから感じるプレッシャーは俺とは比べ物にならないだろう。こういうところは恋人として支えてあげないとな。みひろ、手出して。こうですか？差し出された手をギュッと握ってみひろをまっすぐに見つめる。先輩、どうしたんです？みひろ、好きだよ。はーい、なんですかいきなり。どうだ、緊張なんてどっか行っただろ。別の意味でドキドキしちゃってますよ。どうしてくれるんですか？後払いだ。ドンフェス終わったら思う存分甘やかしてやる。男に二言はなしですよ。お、フルコースでおもてなしだ。おかわりも OK です。ったく、食いしん坊さんめ。いいよ、好きなだけオーダーしてくれ。またドキドキしてきちゃいました。女の子の気持ちをもてあそぶなんて、まったく先輩は悪い男の子ですね。言い方、言葉の扱いは気をつけて。だって本当のことじゃないですか。私ずっとドキドキしっぱなしです。まだ緊張してる？緊張なんてどっか行っちゃいました。今は先輩にドキドキしてます。それなら狙い通りだ。これならいつも通りの実力を発揮できるはず。優勝を狙うためにはみひろが万全の体制で腕を振るう必要がある。
そのために俺ができることは全部してあげたい。さあ、そろそろ会場ですよ先輩。元気よく行きましょう。ありがとうございました。会場から約1時間が経過。今のところは大きな波もなく、立ち寄ってくれたお客さんに数杯提供しただけ。思ったほど伸びてませんね。まだ始まったばっかだぞ。これからだろ。あっちのお店は大繁盛ですよ。入場口近くにテントを構えるお店は何人ものお客さんが列を作っている。確か隣の市でお店を開いている丼物屋さん、ことぶきだ。あれか、ことぶき丼。さすがは本職の正統派ってところか。安心してる場合じゃないですよ。どうにかして注目を集めないと。そうだな。まだ少ないながらも食べてくれたお客さんの反応は上々。やっぱり知名度と洋食屋の丼物というミスマッチがネックになっているのかもしれない。場所の問題も大きいですよね。ここ入場口からちょっと遠いです。それは仕方ないだろう。エントリーしたのがギリギリだったんだから。そうですけど、お客さんここに来る前にお腹いっぱいになっちゃいますよ。どれだけ美味しそうな丼でもお腹いっぱいには勝てないからな。さてどうする。このまま黙っていては優勝は難しい。何か逆転の一手を打たないと。ん？これドンフェスのプログラムを眺めていたミヒロが何かに反応する。ミヒロ？どうした？いいえ、使えそうなアイディアを思いつきまして。にやりと笑うミヒロ。何か穏やかじゃないことを思いついた、そんな笑顔。あと1時間ちょっとですね。まあ見ていてください。おうさあ、最後に紹介するのはここ、地元新庄からのエントリー、洋食みやせです。なんだ。マイクを持った女の人が近づいてくる。するとみひろが勢いよくテントから飛び出していった。来た来た、私に任せてください。先輩ちょっとここお願いしますね。あ、おい、みひろ。お姉さん、こっちです。インタビューお願いします。おっと、元気のいいお嬢さんですね。はいはい、今行きますよ。少し遅れてスピーカーから女性の声が聞こえてくる。みひろがさっき言ってた使えそうなアイディアというのは多分このことだろう。これをうまく使えば会場内に PR するチャンスだ。宮瀬さんは洋食屋ということですけど、どうしてドンフェスにエントリーしたんですか？はい、洋風の丼物を作れば面白いかなと思いまして。作った？ということは今回のメニューは宮瀬さんの定番メニューではないんですか？そうなんです、ドンフェスのために先輩と一緒に開発しました。なるほど、洋食屋さんのオリジナル丼、これは興味をそそられますね。すっごく珍しい丼に仕上がってますから、ぜひ食べてみてほしいです。こちらのスタッフさんにもお話を伺ってみましょう。調理中すみません、ちょっとお話いいですか？俺ですか？はい、今回の意気込みなど聞かせていただければ。頑張ります。おや、ちょっと元気がありませんね。緊張されているんでしょうか？そんなところです。いきなり話を振られても困るっての。タイミングが命のパスタなのに余計な気を回せる場合じゃない。それじゃあうちの一品を PR させてもらってもいいですか？どうぞどうぞ、ぜひとも熱い一言をお願いいたします。マイクを向けられて一瞬俺を見てニコッと笑うみひろ。なんだろう今の笑顔。会場の皆さんこんにちは、洋食みやせです。今回のドンフェスに向けてうちは洋食屋らしい一品を開発しました。それがこのみやせスペシャルです。たくさんの人に協力してもらいました。先輩にもたくさんわがまま言って迷惑をかけちゃいました。それでも私は今回のドンフェス優勝したかったんです。優勝してお店の宣伝ができたら、私先輩と幸せな
会場中に遠慮なく響き渡る俺とみひろの交際宣言。周囲の視線が一気に宮瀬のテントに向けられる。おおっと、なかなか過激な発言ですね。ひょっとしてそちらで焦っている方が例の先輩さんでしょうか。はい、そうです。先輩は宮瀬の2代目なんですよ。お二人ともずいぶんお若いですよね。なのにもう将来を誓い合っていらっしゃる？もちろんです。愛があれば年齢なんて関係ないですから。おお、ここまでズバッと言えるとは気持ちがいいですね。はい、ありがとうございます。うわ、めちゃくちゃ見られてる。お客さんの注目を集めるという目的においてはみひろの作戦は大成功。皆さん、私と先輩の宮瀬スペシャルをぜひご賞味ください。 おー